トキオ。トキオは日本の男性アイドルグループ、ロックバンド。所属芸能事務所はジャニーズ事務所。所属レコード会社は J ストーム。1989年、テレビ朝日のバラエティ番組、アイドル共和国内で平家派のメンバーだった、ジョージマシュゲルと山口達也が、ジョージマシュゲルバンド、通称、ジョーバンドというユニットを結成。さらに前身は、 ウリアというバンド。その後、社長のジャニー北川が、トキオバンドというバンド名を与えた。このトキオバンドが、現在のトキオの直接の前身にあたる。1990年4月、国分大地、城島茂、山口達也と同じく、平家派の出身と松岡正宏が、スマップ学園選抜メンバーとして、城島茂と合流後、3名で、最初のトキオを結成。 少し遅れて、小島慶が加入し4人組となる。しばらくこの4人での活動が続いたが、城島茂が、ジャニー北側に交渉したことにより、山口達也が、時をメンバーに復帰した。1992年頃から、ジャニーズジュニアの中で頭角を表していた、長瀬智也が、時折、サポートとして加入するようになる。それ以降デビューまで、雑誌、ラジオ等では、 長瀬智也を除く5人編成、テレビやライブでは長瀬智也を含む6人編成といった変則的な構成であったり、ダンスチームとバンドチームの2グループ制でも活動していた。ジジョージマシュゲルはバンド側のみ所属し、残りのメンバーは両側に所属。1993年10月10日より NHKBS2 アイドルオンステージにレギュラー出演開始。 1994年12月まで。1994年1月5日から1月23日、全国7大都市のライブハウスで、ファーストライブツアーを観光、合計23公演。CD デビューから2ヶ月後の1994年11月2日には、日本武道館でコンサートを行った。同年12月31日には、 デビューから3ヶ月10日という当時の史上最速記録、ワットがこの記録をその後更新で45回 NHK 紅白歌合戦への初出場も果たす。紅白へは CD デビュー前にも光源氏のバックダンサーとして出演。1996年の出演時には玉木浩二の田園でもバックを務めたりと2017年まで24回。 連続出場していた。これは、ジャニーズ事務所に所属するアーティスト、かつてジャニーズ事務所に所属していたアーティストも含むで、NHK 紅白歌合戦では、歴代最多出場記録出る2019年時点。1995年11月2日、鉄腕、ダッシュ、日本テレビ系放映開始、以降、t o k i o を代表する看板番組となる。また、 放送と同時に企画とはいえアイドルでありながら、農業や漁業、落農や製造業などを手掛けるようになり、農業アイドル、ノードルの代表格とされている。番組内では、メンバー5人のうち山口達也と国分大地はそれぞれ、達也、大地と名前で呼称されてり、この影響か特に山口は、同局系の ZIP をはじめとした他の番組でも、達也、 三の故障が定着した。1997年12月1日、1995年1月17日に発生した阪神、淡路大震災へのチャリティー活動として、1997年までにデビューしていた t o k o v 6近畿キ,キッズが合体し、j フレンズを結成することを発表した。震災発生当時の小学校1年生。 1987年4月2日から1988年4月1日が義務教育を終える2003年3月までを活動期間として活動した。リリースしたシングルミニアルバムはすべて初登場1位を獲得した。1998年8月22日23日24時間テレビ愛は地球を救う今はじめよう日本テレビ系列で 初のパーソナリティを務めた。同年10月、ぐるぐる99、日本テレビ系列で始まった企画、グルメチキンレースゴチになります。で、国分大地が、レギュラーメンバー、ゴチメンバー1期生に選ばれる。以降、他の時をメンバーも数回にわたり同コーナーに、ゲスト出演し、国分大地自身も、元祖ゴチドルと呼ばれている。2017年12月に、 首となり、翌年1月から後輩である、セクシーゾーンの中島武人に交代したが、今後も、時代メンバーは、ゲストや欠席したゴチメンバーの代理として参戦。2018年4月19日の放送で、国分大地が、2018年6月14日の放送で、長瀬智也が出演した、セクシーゾーンメンバーについては2018年6月21日の放送では、 中島武人が映画、ニセコイの撮影で欠席したため、菊池風馬が代役として出演した。1999年、ザ・鉄腕・ダッシュの番組企画内で、15ミニッツ、城島シゲル、山口達也、国分太一、ピンク、長瀬智也、松岡正宏、今和の清志郎という覆面バンドで、インディーズ CD を発売、九州一部店舗のみ、 15ミニッツの CD は、その後、違う編曲をされたものが、イエスタディートゥデイ発売時に抽選で1000人に、特典としてプレゼントされた。2001年のシングル、ドイツもこいつも C、W 僕の未来で、ソニーミュージックエンタテインメントから、ユニバーサルミュージックへ移籍。同年、シングル、メッセージ C、W 一人ぼっちの歯ブラシでデビュー7年目にして、 初のオリコン1位を獲得した。2002年 TBS のドラマヤンパパの主題歌リンドンを含むシングルリンドングライダー発売。t o k o のシングルとしては初のクリスマスソングでオリコン1位を獲得。2003年8月23日24日24時間テレビ愛は地球を救うあなたを一番愛する人で2度目のパーソナリティを務めた。 2003年には JR 東海の東海道新幹線品川駅開業とタイアップしたアンビシャスジャパンをリリースオリコン1位を獲得した。同社所属の新幹線車両にこの曲のイントロのチャイムが採用された。2004年9月1日にデビュー10周年記念アルバムとして出たジャニーズヒットソングのカバーアルバムトック10がオリコン1位となる。 各曲のプロデューサーには国内外のトップミュージシャンを迎えた。2005年にフジテレビのメントレジ番組内でエンディングテーマを決めるにあたり、各メンバー作詞、作曲の楽曲を匿名で公開、視聴者の投票により、城島茂の僕の恋愛事情と台所事情に決まった。DVD シングル1位を獲得。2006年2月8日、TBS の金曜ドラマ、 夜大野王の主題歌でもあるミスタートラベリングマンを発売、オリコンチャート初登場1位。2年4ヶ月ぶりのシングル首位を獲得した。2006年6月21日には、シングル Get y o u リ Dream がリリースされた。TBS サッカーワールドカップの応援歌となっていて、曲のタイトルはサッカー日本代表の中村俊介選手が命名した。 2006年7月12日、TV などで見せる仲間同士で遊ぶというコンセプトにマッチしたという理由から、マイクロソフトの Xbox 360のイメージキャラクターに起用が決定。2006年8月23日、抽選、ルー、ルー、ルーをリリース。収録されている抽選は、長瀬智也主演の日本テレビの土曜ドラマ、マイ、 ボスマイヒーローの主題歌。同曲の作詞、作曲を手掛けたのは、シンガーソングライター中島みゆき。ハードな歌謡ロックをイメージしたという、抽選により、トキオ、ジャニーズと中島みゆきというコラボレーションが実現した。オリコンチャートで初登場1位を獲得した、通算5作目、トキオが同じ年に、シングル2作で首位を獲得したのは初めてである。なお、 翌2007年3月開幕の第79回選抜高等学校野球大会では開会式の入場更新曲にも採用された。2006年10月18日、1年8ヶ月ぶりとなるアルバム、ハーベストをリリース。2007年3月28日、光の街、ランフリーをリリース。大物アーティストとのコラボ第2弾となる、この曲は海義弘が作詞。 作曲をした。2007年8月15日、シンガーソングライター中島みゆきとのコラボ2作目となる、本日、未熟者、オーバードライブをリリース。山口達也主演で、日本テレビの土曜ドラマ、受験の神様の主題歌である。2007年11月28日、青春、青春をリリース。長瀬智也主演で、TBS の金曜ドラマ、歌姫の主題歌となり、 作詞、作曲はシンガーソングライターの長渕剛が手掛けた。大物アーティストとのコラボは3度目となり、1年3ヶ月ぶりのシングル初登場で主を獲得した。2008年3月8日、山口達也が5歳年下の元モデルと入籍。同日夜の日本武道館ライブでファンに報告した。2008年7月、 松岡雅宏が主演を務める日本テレビのドラマ、安子と賢治の主題歌となるシングル、雨傘、作詞、作曲、シーナリンゴ、編曲、東京事変から、J ストームに移籍することを発表。松岡雅宏は取材で、嵐の後輩ですと発言した。2010年4月11日、ザ・鉄腕・ダッシュの企画、ソーラーカー一筆書きで、 日本一周を7年かけて、スタート地点の東京、ルミにゴールした。2010年6月16日、春かをリリース。ザ・鉄腕・ダッシュの企画、ダッシュ海岸のテーマソングであり、チューブの前田信てる、春畑道也から、四曲提供を受けた。青春青春以来、2年7ヶ月振りの首位獲得となり、ジェイストーム遺跡後は、初の首位獲得となった。 また、初動のみで前作の累計売り上げを上回った。2010年7月、ザ・鉄腕・ダッシュの企画、ダッシュ海岸が国土交通省から評価され、海の非表彰、関東地方整備局、港湾空港関係功労者表彰を受けた。2010年8月28日29日、24時間テレビ、愛は地球を救うありがとう、今。 あの人に伝えたいで3度目のパーソナリティを務めた。2011年5月、松岡雅宏が、高校生レストランで7度目の主演を務め、日本テレビ土曜、ドラマ枠での主演回数が過去最多となった。2011年9月23日、テレビ朝日ドリームフェスティバル2011、日本武道館出演。2012年9月23日、 トキオライブツアー1718の最終公演、日本武道館がライブシネマとして、和歌山県、鳥取県を除く全国45都道府県94カ所の映画館で同時制中継される。2013年、シングル、リリックをリリース。これ以降のシングルはほとんど長瀬智也が作詞、作曲している。2014年に20周年を迎えたトキオは、 ジャニーズ初の野外フェス、ジョインアライブ、サマーソニックに出演した。2014年7月16日、東京デビュー20周年記念ベストアルバム、ハートオリリース。2014年7月28日付のオリコンチャートで、初週4.1万枚を売り上げ1位を獲得した。シングルでは、はるか以来で4年1ヶ月ぶり、アルバムでは、トック10以来で9年10ヶ月ぶりの首位獲得と、 なった2014年8月から11月にかけて20周年記念ライブ JRA60th Presents Tokyo 20th Anniversary Live Tour Heart を開催。2014年のバラエティ年間平均視聴率ランキングでレギュラー番組のザ・鉄腕・ダッシュが平均視聴率18.4%で首位となった。 2015年9月11日、国分大地が3歳年下の元 TBS 社員の一般女性と結婚したことを発表。2016年8月5日、山口が5歳年下の元モデルと離婚したことを発表した。この前年に結婚した国分がこの時点でメンバーでは唯一の最大者となった。2016年9月21日、 東京オリンピックパラリンピックのフラッグが都内や全国を巡回するフラッグツアーのスペシャルアンバサダーに就任した。2018年4月までは5人で担当していたが、同年5月に山口が脱退、退所したことにより以降は4人で担当することになった。山口の脱退、退所の詳細については下記を参照。2019年9月28日、城島主ゲルが タレントの菊池理沙と結婚したことを発表。2018年4月25日、山口が同年2月12日に女子高生に対して酒を飲ませ猥褻な行為をしたとして強制猥褻容疑で書類送検されたことが報道された。これを受け、山口が翌日謝罪会見を開き、ジャニーズ事務所は芸能活動を無期限謹慎処分とすることを発表。その後、 5月2日に山口を除く4人は会見を開き、4月30日に山口が t o k o に辞表を提出して、脱退を申し出たことを城島茂が明かした。なお城島は山口の処遇について、その日のうちに結論が出ずに保留になったとしていたが、ジャニーズ事務所の公式サイト上では同日までに山口のプロフィールや写真、レギュラー番組の情報などが削除された。 同年5月6日、山口から提出された辞表について、ジャニーズ事務所が正式に受理し、これにより山口はトキオから脱退するとともに、ジャニーズ事務所からも退所した。ジャニーズ事務所は、本人の強い意志に基づきジャニー北川社長と、城島茂リーダーの二人で協議を行った結果、契約を解除することとなりましたとしている。この影響によりトキオは、 音楽活動を休止することとなり、夏や年末の大型音楽特番にへの出演を見送ることとなった。また、デビュー以来、毎年出場していた NHK 紅白歌合戦にも選出されず、時代の連続出場記録は歴代11位の24年で途切れた。2000年の恋に気づいた夜までが8センチメートルシングル、2001年のドイツもこいつもから、 マキシシングル。タイアップについては、ジャニーズタイアップ一覧を参照。トキオステーションとは、トキオのフリートークを収録した CD、または DVD のことで、アルバムの初回版や CDDVD の購入特典として発売、または配布されている。単独出演については、それぞれの記事を参照。ジジョージマシゲル、国分太一、松岡昌宏、長瀬智也。 FNS 歌謡祭、富士テレビ系列には1994年の初出演以来、毎年出演している。1994年から1998年はデータ不明のため、1999年以降の出演データを記載。FNS 歌謡祭、富士テレビ系列の派生番組として放送を開始した FNS 歌の夏祭り。 フジテレビ系列には2015年から出演している。追加、京都会館第一ホール、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。